西側近いところで阿部が呼んでいます。切り返し阿部シュート、ラストパス、あオンゴール、東京先制だったりしますけど、中村穂高は今コンディションいいんじゃないですかね。はい、体を入れたディエゴ・オリベイラ、引きつけて渡辺亮がディフレクションして追加点。塚川シュート、中へのボール、ファーサイド、上がっていた、まだ言う飛んだ、ファーに流れてきたボール、しっかりと叩き込みました。同点に追いついた FC 東京です。右サイドに展開をしていって、中川からのこのボール、中村穂高入っていて、マイナスのボール、ディゴリベラ、ターンをしてのシュート、きた、開始早々5分先制点、ディエゴ・オリベラ。繋いでいきますが、狙っている中川、取ってゴール、相手が繋いでこようとしたところ、しっかりと高い位置からのプレス、マイボールにして落ち着いてゴールに流し込みました中川です。持ってますからね、ディエゴ・オリベイラから、そして小泉、長友が右上がっている、塚川も手を上げながらエールの中に入っていきます。長友仕掛けてのクロス、ニアヘディング、きた、ディエゴ・オリベイラ今日自身2得点目、長友のクロスからディエゴ・オリベイラの得点が生まれました。広げて右サイド、ここに中川カットイン、松木、縦に持ち出して松木のシュート、こぼれている、中川 FC 東京先制です。前半の30分、持ってさあリスタート、松木からアダイウトン、クロスボール、ヘディングシュート、決まった、エンリケ・プッツァン同点です。 FC 東京セットプレーから同点に追いつきました。阿部が右の奥に抜けていきます。渡辺龍馬を狙った胸トラップからの右足だ、なんというスーパーゴール、ナイス胸トラップ、ナイス右足、アシスト穂高、ゴール龍馬。松木のボールが入ってきた、大外、中村、松木、中村、セットプレーから先制 FC 東京。もう非常にあるのが佐々木選手、ディエゴ・オリベイラ、ディエゴ・オリベイラ、中村穂高のクロス、グラウンダー、ワンタッチ、完全攻略 FC 東京、掲げるサッカーで取りました、阿部シュート。というところですが、引っかかってしまいました。松田、ここすぐに堀米が行く、ただ入れ替わる、うん、さあここはドリブルで運んでいく、渡辺がまだ持っていく、さあ左バングナガンでカシーフも上がってきました、中川を使う、中川シュートだー、見事中川が決めました、左隅、先制 FC 東京です。この位置で渡辺、縦中川に送っていく、もう一度渡辺から、これは阿部、オフサイドはないようです。中根、ディゴ・オリベイラ、パーバングナガンでカシーフも走ってきている、手を上げている、ここはデゴリベラ溜めて、ここで振っていった、すごいドリブル突破が魅力のアタッカー、松木、さてアダイウトンへ、さあアダイウトン前に行けるか、岡村をかわした低いボール、中川シュート、決まった、 FC 東京1点返しました。長友、大外を狙って阿部、流れたボール拾って徳本、切り返しに行きます、そして右足振る、強烈、東京先制、捕まえたディエゴ・オリベイラ、徳本上がってきました、ワンタッチ前を向く、折り返し、最後阿部シュート、位置を見て逆、落ち着いていましたディエゴ・オリベイラ、同点に追いつきます FC 東京。独特のモーションから見事に決めました。難しい状況ではあると思いますね。逆をつきました、 FC 東京1点差、ベロッチ J1 初ゴールを決めています。長友、
東京にボールが出て青木が広げます。さあ中川、一度ディエゴは膨らんだ、中川入れた、前に来たディエゴ、見事な駆け引き、出し抜いたディエゴ・オリベイラ、浮かせて渡辺龍馬、クロスが来ます、ディエゴ・オリベイラ逆転、 FC 東京2対1。ただまだ左サイドから仕掛ける、クロス上げてきました、ヘディングシュート、1点返しました FC 東京、塚川。さあ中央、渡辺浮かせて、オリベイラ、オリベイラシュート、反転からの左足、 FC 東京先制です。阿部、松木、戻して阿部、中3人4人いる、ゴール前ヘディングシュート、ディエゴ・オリベイラ今日2ゴール、 FC 東京に大きな追加点が入りました。クロスから最後はオリベイラのヘッド、今日にも名を連ねています。さあ森重から、ここはディエゴ・オリベイラ、そして長友から、タラツミダ、タラツミダクロスが入る、ディエゴ・オリベイラのヘッドだ、先制 FC 東京、クロスにまたディエゴ・オリベイラ、今日も取ります。プレスをかける、ソービックから長いボール、これがつながればというところになりますが、さあ松木が持っていって中を見る、マイナスのボールにディエゴ・オリベイラ、トラップをしてターンをしてのシュート、ゴール、フラッグ上がっています、オフサイドです、オフサイドです。長友、ディエゴ・オリベイラへ、進藤、ディエゴ・オリベイラ、ここ入ってきた、左足シュート、松木クリュー、先制ゴールは松木。小泉のパスです。クロス対決、白井のマイナス、こぼれ球、もうこれはこぼれ球を押し込んだ渡辺龍馬、白井が絡んだ東京の先制ゴール、最後は渡辺龍馬です。長友がふんわりとボックスの中、真ん中チャンス、東、右足、ボールはカットです。さあ中川、中央運んでスペースに使う、田原積みだ、中2人、田原積みだ、クロス合わせる、ディエゴ・オリベイラ追いつきました、 FC 東京23分、ディエゴ・オリベイラ今シーズン12ゴール目。パスがカットする、さあ中川横パス、ディエゴ・オリベイラー FC 東京先制、前半18分、ディエゴ・オリベイラー2試合連発、奪った FC 東京です、アダイウトン、自分で行くか、アダイウトン奪っていく、アダイウトン、うわー出た、 FC 東京ここで一歩前に出ました、100分のゴール、アダイウトン。さあもう一回コーナー、奥田ヘディング、からディエゴ・オリベイラ、バングナガンでカシーフ、中にアドユートンいる、クロスが入る、アドユートンでヘッドだ、1点返します、 FC 東京、中にスレスレッと入っていったアドユートンのヘッド、原川、松木からバングナガンでカシーフへ、ここからクロスが入る、アドユートンこぼれて、渡辺龍馬追いついた、追いつきました、 FC 東京0-2から2-2、寺山が運んでいく、さあそして渡辺龍馬シュート、ナイスキーパーさんがこぼれてます、原積みだ、押し込んだ、押し込んだ、3点目は FC 東京に入りました、0-2から3-2。横パスする、中川、さあ原川来た、原川、FC 東京先制、前半37分、原川加入後初ゴールないですし、じゃあ構えた方がいいと、アダイウトンからディエゴ・オリベイラへ、触った、ディエゴ・オリベイラ
加点43分うまくパスを受けてキーパーをかわしてゴールに流し込んでいきました。しかし長友はすごいですね、右やって左やってね。そこまで高隅田かわした高隅田シュートFC 東京3点目高隅田は2試合連発今日の起用に応えました。荒川スペースで荒井優斗さあチャンス荒井優斗中央へオウンゴール FC 東京追いつきました。荒木のオウンゴールです。